ユラね、先生のことずっと前から好きだったんだよ。思えばその時が一番幸せだったかもしれない。絶対幸せになろうね。この幸せが一人の少女によって壊されることになるなんて。ユラと気持ちよくなっちゃうなんて先生最低だね。あ、キモい先生と言ってくるの。どうした？ユラ西野、久しぶり。さては旦那さんだけ見てましたが、ねえ先生、ここで昨日の続きしよう。ユラが手に入れられないものなんて何にもないよ。